岩倉ともみから1883年7月20日は日本の公家、政治家。画後は大岳。近親中の法名はともやま。捕食、以下君党は像、大城大臣像、小一くらい大君位。維新の実決の一人、苦行、堀川康氏親の次男として京都に生誕。母は果十実根一の娘、よしこ。名は、 シ丸マルであったが、容子や言動に公家らしさがなく、異彩を放っていたため、公家の子女たちの間では、岩吉と呼ばれた。朝廷に仕える儒学者、伏原信明に入門。伏原は、岩倉を大器の人物と見抜き、岩倉家への養子縁組を推薦したという。天保九年八月八日、岩倉具家への養子となり、伏原によって、ともみの名を選定される。 10月28日除釈し、12月11日に厳服して、昇殿を許された。翌年から朝廷に出資し、100票の薬料を受けた。岩倉家は、ウリン家の価格を有するものの、村上源次小賀の家から、江戸時代に分家した新家であるため、当主が除任される以外、感触は高くなかった。 また代々伝わる家業も特になかったので、家計は大多数の同情か同様に裕福ではなかったという。家営6年1月に、関白、高塚紗正道へ、稼働入門するが、これが、下級区下に過ぎない岩倉が、朝廷首脳に発言する、大きな転機となる。朝廷改革の意見書を正道に提出し、積立金を学習院の拡大、改革に用い、人材の育成と、 実力主義による登用を主張した。区下社会は身分が厳しく、価格のみで官位の昇進まで固定されていた。大多数の下級区下は長義に出席できる、可能性も薄かった。聴取した高塚さは意見書に施行したものの、即答は避けたとされる。安政五年に1月、老中、堀田正都氏が日米修好通商条約の直許を得るため上京を。関白、 九条久忠は直挙を与えるべきと主張したが、これに対して多くの苦行、苦下から批判をされた。岩倉も条約調印に反対の立場であり、大原茂徳と共に反九条派の苦下たちを結集させ、3月12日には区行88人で散大して抗議した。九条久忠は病と称して散大を辞退した。しかし、 岩倉は宮城邸を訪問して、面会を申し込んだものの、同家の家臣たちは病を理由に拒否したが、面会できるまで動かなかった岩倉に対し、九条は明日返答する旨を岩倉に伝えた。岩倉が宮城邸を退去したのは午後10時を過ぎて、いたという。3月20日、堀田正敏は正午所に呼ばれて、公明天皇に配慮したが、その時天皇は、高頭で、 交換が図りがたいと軍心が主張しているので三夜、諸大名で採用衆議した上で、今一度根性するようにと伝える。軍心とは、岩倉ら反対白行のことで、岩倉らの反対によって直挙は与えられなかった。岩倉による初めての政治運動であり、勝利であった。列3から2日後の3月14日、政治意見書、新州万歳検索を公明天皇に提出している。 その内容は、日米和親条約には、反対条約を拒否することで、日米戦争になった、際の防衛政策、戦時財政政策などを記している。しかし一方で単純上位は否定し、相手国の形成風習産物を知るために、欧米各国に施設の派遣を主張する。米国は、将来的には同盟国になる可能性がある。国内一致防御が必要だから、 徳川家には改役しないことを伝え、おぼしめしに振幅させるべき。として、そのため、仙台藩や薩摩藩などの戸様友藩と組んで幕府と対決する事態になってはならないとしている。この時点では、薩摩藩への期待がほとんど見られなかったことがわかる。安政5年6月19日、大老、井伊直介が独断で、日米修好通商条約を締結。十七日、 老中法書でこれを知った、公明天皇は激怒。E は続いて、オランダ、ロシア、イギリスと次々に不平等条約を締結。さらに抗議した前、水戸藩主、徳川成明や福井藩主、松平義ならを7月5日に謹慎処分に処した。公明天皇は8月8日に、水戸藩に対して E を求断するよう直令を下した。このため、 幕府は10月18日に、三戸藩市、宇飼吉左衛門を打ち首にするなど、尊上派や一橋派に対する大弾圧を発動した。岩倉は、大国が皇室役下にまで拡大し、懲爆関係が悪化することを危惧していた。そのため、京都諸次代坂井大義や伏見奉行、内藤忠信などと会談し、彼らに天皇の考えを伝え、朝廷と幕府の対立は、 国家の大化である胸を説いた。この後、岩倉と堺は、息統合して、親しくなり、岩倉自身は幕府寄りの姿勢をとっている。安政7年3月3日に、桜田門外の変で、井伊直介が暗殺された後、安政の大国は収束して、後部が大派が幕府内で盛り返した。4月12日には四老中連署で、高舞、和宮の将軍、 徳川家持への降下を希望する書簡が京都書士代より九条久忠に提出された。公明天皇はすでに有栖川の宮たる人親新納に腰入れが決定済みであるとして拒否し、和宮自身も条約破棄を案に求める返事をした。岩倉の意見書でも知名度の高い和宮ご降下に関する上申書はこの時に天皇に提出された。内容は 天皇が岩倉を召して諮問した際に答えたものである。この中で岩倉は今回の効果を幕府が持ちかけてきたのは自らの権威が地に落ちて人心が離れていることを幕府が認識しているからであり、朝廷の意向によって幕府が自らの権威を粉飾する狙いがあると分析し、と結論した。公明天皇は六月二十日に条約破棄と条与条件に 和宮効果を認める旨を、九条久忠を通じて、京都書次第に伝えた。幕府としてはもはや、和宮効果ぐらいしか、打開策がない手詰まり状態だったため、無茶だと知りつつ、ついに7月4日、4道10連署により、7年から10年以内に、外交交渉、場合によっては武力をもって、早く上位を決行すると確約するに至った。文久元年10月20日、 和宮は、桂御所を出て、江戸へ下校し、岩倉もこれに随行することとなった。東、久世道富の回顧録によると岩倉が、和宮下校の支度を万事手配したという。また出発前には、公明天皇が随行する岩倉と、千草遊文を小座式に呼び出して、直所を与え、老中にこの書状の中のことを問いただすよう命じた。 すなわち岩倉は単なる随行員ではなく、直主として、江戸へ下校することとなった。下級区下の岩倉が軽んじられず、老中と対等に議論できるようにとの天皇の配慮であったという。11月26日、岩倉は江戸城で、久世広金や安藤信正といった老中と面会。ここで岩倉は、公明天皇の直所の質問は、もちろん、 それとは別に幕府が和宮を利用して、背底を企んでいるという江戸市中の噂の真偽を、問うている。老中らは、ゲゲの絶造であると回答したが、そのような噂が、市中で立ったこと自体不徳として陳謝し、老中連書の書状で二度とないことを誓うと答えた。しかし岩倉は譲らず、聖書を出すなら、将軍、家持ちの直筆で提出せよと命じた。家康以来、 将軍が聖書を書かされるなどということはなかったので、さすがに、老中たちはその場での即答を避けたが、結局三日後に、将軍、家持が聖書を書くことが岩倉に伝えられた。もちろん岩倉としても意味もなくこのような言いがかりをつけていたわけではなく、朝廷権力の公用のためであった。家持が岩倉に提出した聖書は、以下の通り。千年来、たびたび大いならざる。 残雪、明らことに達し、今後補助意など、重きない直の重むき、老中より軍に受けたまわり驚学せしめこう家持を、はじめ初心に至りまで、決して、右様の親祖小無の情、営業を休めらるべく騒動、遺災は、老中より、畜作、岩倉へか申し入れこう、誠高金元十二月十三日、家持ち金城12月十四日、岩倉は、生きようと江戸を立ち、 24日には、京都へと戻った。しかし先立つ11日に、実母の義子が死去したため、もに服するため三代を遠慮し、将軍聖書は代わりに、千草雄文が12月25日に、公明天皇に提出している。公明天皇はこれに大変喜び、岩倉の復帰後の2月11日には、岩倉を召して、訓行の段階へつつとまで行ってその功労をねぎらった。 文久元年には、長州藩主、モーリーヨシチカが、偽装、大町三条サネナルを通じて、公開演略策を、公明天皇に検索した。朝廷主導の公部合体、現実的開国、将来的上位を唱えた、この書は、天皇から高い評価を受け、天皇は、長州藩にこの書を幕府にも伝え公部終戦に当たるよう命じた。 幕府にとっても悪い策ではなかったので12月30日には、徳川家持からも、吉地下の江戸出府を待って、長州藩に、後部終戦役を任せる内定額だった。そして、文久2年4月7日には、公明天皇が初心に対して、先に幕府老中が連署で提出した10年後の上位結婚を行う聖書を公表し、もし約束の期日が来ても幕府が行動を起こさないなら、 陳、自らが公家と大名を率いて、申請を実施し、早く上位を行う、とまで宣言した。さらに4月10日には、先の長州藩への公部終戦任命に、危機感を募らせた薩摩藩の島津久光が、和宮高下や安政の大国の弾圧のせいで、天朝が危機に瀕しているとして入居してきた。久光は、天皇から、京都の守護を命じられ、京都諸次第は、 完全に、有名無実化した。その後、天皇は、安政の大国で処分された人々の復帰を幕府に、明治、7月に、幕府はこれを受けて久光と岩倉が決めた。三次作の通りに、徳川吉信を将軍後見職、松平春学を、政治総裁職として復帰させることを余儀なくされた。7月6日には、長州半系や四季において、 毛利隆ー高近が公明天皇の悲願早く上位を実現させるために、尽力、終戦をするという上位の立場を明確に反論と、定めると家臣たちに言い渡した。こうした目まぐるしい情勢の中、尊能上位運動は各地で高まりを見せるようになった。岩倉は一貫して、朝廷権威の公用に努めていったのだが、結果的には、和宮効果に賛成し、さらに、 京都諸子大の坂井忠義と親しくしていたことなどから、尊王上位派の志士たちから砂漠派とみなされるようになっていった。そして尊上派は、岩倉を排斥しようと朝廷に圧力をかけるようになる。大木町三条佐なるは、岩倉にまず、公明天皇の禁止をやめるよう勧告し、岩倉はこれに従って7月24日に、禁樹職を辞した。 しかし岩倉拝籍の動きはもはや止まらず、8月16日には三条、耳、姉が工事工事など13名の区業が連名で、岩倉智美、小賀の県通、千草雄文、富野工事刑事課、今木重子、堀川範子の6人を幕府にこびへつらう、四冠にヒントして弾劾する文書を、関白、この枝田広に提出するに至る。いよいよ、 公明天皇にまで心爆派と疑われ、8月20日に、失去処分、さらに時間と出家を申し出るよう命じられてしまう。岩倉は逆らわず、時間して出家、朝廷を去った。しかし、土佐藩士、竹市半平たら上位教皇論者は、岩倉への処分が甘いと主張し、遠藤に処されるべきだったとまで書く。さらに岩倉は、京都から退去しなければ、 首を史上瓦にさらすといった天中の予告文まで受けた。そのため邸で湿挙するわけにもいかなくなり、まず西鴨の霊源寺に身を隠した。岩倉は相対になって、霊源寺へ逃げ込んだ9月13日の日記に、無念摂氏に耐えずと書いている。翌日の日記にも、無念の次第ある方なし、今度の事件、実に、夢ともうつつとも申しがたき次第、いかなる宿縁の死からしむるところか、 冒頭が点が参らずと悔しさを綴り続けている。9月15日、養父、具形の老いが住職をしている落成の裁縫時に移り住んだ。9月26日、この絵田広は9条、小賀の岩倉らは落中に住んではならぬと追放令を発令。岩倉が移住先に困っていたところ、10月4日に長男の靴つが、 落北の岩倉村に住居を用意してくれたのでそこへ移った。以降、落中への帰参が許される慶応を3年11月まで、この地で5年間を実居生活を送ることとなる。源氏元年7月19日に、禁門の変が発生し、京都の上位教皇論者が一掃されたが、斜面はなく、引き続き岩倉村で暮らした。しかし、薩摩藩や朝廷内の同志たちが再び、 岩倉のとへ訪れるようになり、慶応元年の秋頃からは岩倉も草むらり、なるむしをはじめ政治意見書を再び書くなど、朝廷や薩摩藩の同志に送るなどの活動を行うようになった。また、この間に薩摩藩の同行に交応する形で、従来の後部合体派だった立場を倒幕派へ変更した。慶応2年6月7日から始まった第二次、長州征伐は、 長州軍の決死の犯行で、幕府軍の苦戦が続く中、7月18日には、広島藩主、浅野長君、岡山藩主、池田茂生、徳島藩主、八塚仁志広白戸山雄藩が、公明天皇に、聖長軍解体の憲白書を提出。20日には、薩摩藩からも、開閉の憲白書が出された。さらに同日には、聖長軍の大将、 徳川家持が皇居した。しかし、公明天皇、中川の宮朝彦親王二条成行ら、朝廷首脳はなおも、清朝軍の続行を主張する。岩倉も薩摩藩と同様、海兵及び、長州藩との和解に賛成であり、かつての勤皇の功績を重んじて、勤門の変は寛大な処置で許すべきと主張した。そして、朝廷首脳部、特に、 中川の宮を徳川義信と松平片森の報告をのみにして、天下の大勢を見ない人物と評して激しく批判した。岩倉は、朝廷の悪失声を正すため再び列三を画策。この意見に、中見角つ野が賛同し、薩摩藩の井上岩見と藤井良節らが工作に当たった。8月30日、朝廷改革を掲げて、 中見門行の初め二十二教が連なって散大した。これを見て、中川のみや二条な竜気は共に職を辞した。天皇は却下したが、二人はかつての九条のような吊るし上げを喰らうと考えたのか無理やり辞職してしまった。天皇は突然側近を一気に二人も失ったことに、激怒し、中見角ら列三に参加した苦行らに閉門を命じた。なお、 長州との戦争自体は、8月1日に、幕府軍が、小倉での戦いに、敗戦。8月16日に、徳川義信が参大して、戦況報告し、もはや万作尽きで正気がなくなったことを、朝廷首脳部に報告したため、やむなく、開閉され。8月20日に、家持死去が公表され。9月2日に、長州藩と幕府が、休戦協定を結んで終了している。 12月25日、公明天皇が天然島により崩御。政治混乱期の突然の崩御であったためこの崩御には古くから毒殺説があり、岩倉が容疑者として疑われたが、俗説の意を出ていない。慶応3年1月9日、明治天皇が15歳にして即位。摂政には二条成行が就任し、再び中川の宮との二党体制となった。 新帝即位に伴う大社により1月15日と25日に文久3年の政変、勤門の変に関わった者が謝面され、九条久忠はこの際に謝面されたが、岩倉、小賀野、千草、富の工次ら列三関係の苦行は謝面されず、11月に謝面された。なおこの間、10月14日に二条城で大政奉還が行われ、 翌15日には二条成行から徳川義信に対して法官の直挙が与えられ、公式には朝廷に政権が返上された。年少の天皇、義信の言いなりの朝廷首脳部、徳川家の所領を背景に引き続き、実質的権力を握ることになるであろう義信から、実権を奪うため、岩倉は、薩摩の大久保敏道、土佐の後藤昌次郎、九行の中三角常の、 中山忠康、大木町三条佐根なるらと共に、吉信に、時間農地をさせる計画に参加した。慶応3年12月8日から翌9日にかけて、中川の宮、二条成行ら朝廷春納部、有栖川の宮たる人新納、山品の宮明新納、仁和寺宮、吉明新納ら、皇族、島津重久、山内陽道、松平春学、徳川義勝、 朝の持ち子とら大名を交えた調議が行われた。12月9日に入ってから岩倉らが参大し、新政府人事と吉信の処分を求める、王政復古の大号令案を創上した。王政復古案の合意は容易であったが、新政府の人事案をめぐっては、松平春学と大久保利道が論争となる。最終的には有栖川の宮を政府主犯の総裁とし、松平春学、 山内陽道らを議定、岩倉や大久保らを参与とする新政府が樹立される。吉野部の処遇についても、山内陽道や松平春学から意見が出され、正午書において岩倉や大久保と再び激論となった。しかし最後には岩倉らが春学、陽道を論破して、吉野部に時間の内返上を命じることが決まる。松平春学と 徳川義勝が使者として、吉信の元へ派遣され、新政府の決定を吉信に通告した。通告を受けて吉信は、時間と領地の返納を慎んで受けながらも、敗下の気持ちが落ち着くまでは、不可能という返答を行った。実際この通告を受けて、幕府の旗本や合津藩の過激勢力が暴走しそうになったため、吉信は彼らに、警挙モードを慎むように命じ。 13日には政府に、標準の意思を示すために、京都の二条城を出て、大阪城へ退去している。春学はこれを見て、天地に誓って吉信は、時間と農地を実行するだろうという見通しを総裁に、報告する。しかし、大阪城に入った後も、吉信からは、連絡がなかった。23日と24日にかけて政府において、この件について会議が行われた。 三与の大久保は、吉信の裏切りが始まったと判断し、直ちに領地返上を求めるべきだとしたが、松平春学は、旧、幕府内部の過激勢力が吉信の妨害をしていると睨み、それでは、説得が不可能として、今は徳川家の領地を取り調べ、政府の会議をもって確定するという曖昧な命令に、留めるべきとした。岩倉も、春学の考えに賛成し、 他の政府メンバーも概ねこれが現実的と判断したため、この命令が出されることに決した。この命令を受けて吉信は承知の聖書を政府に提出した。また28日には岩倉が参与から議定へと昇進。明日ともに朝廷首脳部の一人となった。しかし1868年に入り、吉信が突然、薩摩征抜を名目に事実状況と占領を、 目的とした出兵を開始した。新政府に緊張が走り、1月3日に緊急会議が召集された。参与の大久保は、旧、幕府軍の入教は新政府の崩壊であり、近畿と徳川政党の布告が必要と主張したが、議定の松平春学は、薩摩藩と旧、幕府勢力の勝手な死闘であり政府は、無関係を決め込むべきと反対を主張。 会議は紛糾したが、規定となったばかりの岩倉が、徳川政党に賛成したことで、会議の体制は決した。新政府は、徳川義信政党軍の大将軍に、仁ん次寺宮、吉明新郎を任じ、親王は近畿を掲げて当時に新軍。ここ徳川追悼の本陣に定めた。近畿の登場に、各藩次々と政府に応援を派遣し、旧、幕府軍は家康から、 国に大事があるときは、高虎を一番手と西洋とまで言われた徳川家の友法、津藩の東道家にも願えられて、砲撃を受け配送。6日夜、徳川義信は、側近数名と共に密かに江戸へ逃れた。予想以上の成果であり、徳川征伐に反対した松平春学の政府内での発言力は弱まり、賛成した岩倉の発言力が大きく増すこととなった。 1>, 1月7日、在京の諸大名が消防署へ集められ、岩倉がその場で大名たちに帰国したいものは帰国せよ。大阪に行きたいものは行け。勤労の意志がある者はその胸日までに聖書にせよと一括すると、諸大名たちは岩倉の迫力に震え上がり、全員が聖書を提出した。岩倉ともみ、昇奔社を建設すること。1月10日、曖昧になっていた。 徳川寮の問題は、今回の反逆によって、没収を明確に宣言され、そのすべてが、天朝の御寮となることが布告された。さらに1月17日、政府の首脳部が、分担方式の内閣制となり、総裁を主犯にして、内国事務、外国事務、陸海軍事務、海警事務、警報事務、制度事務、人議事務の7閣僚が置かれることとなった。岩倉は、 海陸軍事務と海警事務という最も重要なセクションを任された。名目上の行政の責任者は総裁であるが、その地位にあるタルヒト親王は自ら政治的権力を振るうことを嫌がったので、議定や参与たちの会議によって決したことをほとんどを再化した。よってこの人事をもって日本に実質的に岩倉を主犯とする政権が誕生したと言える。後には、 黒船雷工事の巡国者と伏見戦争の巡国者を合わせて慰霊するため、商魂社の設立を決定した。その境内には、競馬場も設置され、神事として陸軍主催の競馬が模様され、優秀な軍馬は払い下げられるなどして、競馬産業の発展と軍資金の確保をもたらした。うる4月21日には、政府機構の再編が行われ、 アメリカ合衆国の政治制度が参考にされ、行政部、立法部、司法部に分かれた三権分立型政府へ移行した。岩倉はこのうち行政官の中のスケミという国内行政全般と宮中の処務を監督する役職に就任。三条耳と共に二人体制での就任だったが、三条は徳川家の処分の全権を任されて、西郷隆盛を従えて、 江戸へ出ていたので、岩倉が実質的な主犯であった。岩倉は就任早々宮中改革として公家に学問の時間を与えるため、公家の宿直の制度を廃止、また御社内の庶務にかかる人数も大幅に削減した。これらが旧公家層の非難の的になっているが、御一心のためやり遂げねばならないと、江戸にいる三条に宛てた手紙に綴っている。 上野戦争後、江戸が閉廷されると、江戸市民から天皇江戸行行の期待が高まり、8月には、明治天皇が東京を行行することが発表された。岩倉以下、中山忠康、木戸高伊達宗成ら政府閣僚メンバーも天皇に愚部した。10月13日、東京城へ天皇が入城し、ここを新皇居と定めた。しかし、 京都市民の感情に配慮して1869年1月に明治天皇は京都に観光している。岩倉もぐぶして京都へ戻ったが、岩倉は京都に戻った後に突然病を理由に補い省の辞職を求めた。大久保焼戸は遺留したが、岩倉の意思は固く1月17日には辞職してしまった。岩倉の辞任後政府では、 反籍奉還が検討されるようになった。岩倉は反籍奉還に関する意見書を政府に提出し、この中で藩主たちは中央政府から任命された行政官ということにし、当分は知事に領地を管理させる。しかし支配の実態は確実に中央政府へ移し、知事個人には土地及び人民は私有物ではないことを周知徹底させ、藩政と家政も 明確に区分させ、混同させないようにすべきとした。6月の反席奉還後、再び行政組織の再編があり、古代の官政、省を模した体制となった。すなわち、政府主犯を左右大臣、大納言、三義で構成し、その下の行政組織として、民部省、大倉省、兵部省、行部省、区内省、外務省の六省が置かれた。三条耳が、 行政責任者の右大臣となり、岩倉は、その補佐役の大納言に就任した。参議には、大久保利道、前原一世、添島種尾みら旧武士階級が就任した。政治語る、旧区下と官僚たる、旧武士層がより一体化し、反席法官に対応できる強力な、中央集権国家を起とした体制であった。1870年、岩倉は意見書。 建国策を記した。そこでは、などの項目を掲げて、これらが、封建主義でない近代国家の原則であるとしすなわち、民政、財源、平成、訴訟法、教育の全国統一化を主張している。1871年2月、三上帝に、岩倉とも大久保利道、西郷隆盛、木戸隆義、板垣大介ら政府首脳が集まり、 廃藩地権に備えて、藩の指揮権に属さない、天皇直属のご神兵を作る必要があるということで一致。薩摩、長州、都佐の三藩に兵を出すよう命じ、八千人の神兵が急遽組織された。7月14日には、明治天皇が全知事を皇居に呼び出し、廃藩地権を宣告した。政府の予想に反して、すべての知事が賛同し、 懸念された抵抗や反抗は全く見られず、この批判は一つ残らず、日本から消滅した。所領を失った大名たちは全員東京へ招集され、家族としての責務を果たしていくことになる。日本は一つの国家、一人の元首の下で、統一国家として、スタートを切ることとなった。岩倉使節団の面々。左から木戸高義、山口直義、岩倉、伊藤博文。 大久保と道。廃藩地権があった同じ日、岩倉は外務卿に就任している。さらに7月には、大城大臣が新設されて三条耳が就任したので、岩倉が右大臣を兼務した。外務卿になった岩倉には、条約改正という難題が迫っていた。かつて、徳川幕府が結んだ不平等条約、日米修好通商条約は、 条約改正についての両国間の交渉は1872年7月1日までできないとするとしており、それがもうじき切れるところであった。しかし、今交渉しても、アメリカ側が日本の法律、諸制度が依然として、万国広報に準拠していないことを理由に、不平等条約を維持しようとするのは目に見えていた。そこで欧米に施設団を送り、 日本が依然文明開化していないことを欧米に伝え、それらの国々で近代化の様子を視察させてもらい、帰国後それらを日本に導入し、文明開化を成し遂げた段階で、条約交渉をしてほしいと要請して、条約改正交渉を引き延ばすことが政府方針として決まった。大熊茂信らは国書の原案で、延期の期限を3年としたが、岩倉は無期限とすべきとしたので、 国書には期限は設けられなかった。施設団には外務卿である岩倉自らが特命全権大使として参加し、参議、木戸孝義や大倉卿、大久保利道、後部、大輔、伊藤博文らを副使として伴い、1871年11月に横浜港を立ち、1年10ヶ月にわたり、欧米諸国をめぐり、各国元首と面会して、 国書を手渡したが、条約改正の糸口はつかめなかった。この旅の中で、岩倉は各国で激しいカルチャーショックを受けた。アメリカは岩倉の想像を遥かに超えており、よほど衝撃的だったようで三条に当てた書状にも、イントミを進むるにおいて、位相の外を出るに、端とまで称している。さらにその原因は鉄道にあるとし、日本の繁栄も鉄道にかかっており、 日本の東西を結ぶ鉄道の設置が急務とする。岩倉が帰国後日本鉄道会社の設立に積極的に携わったのもそのためである。また、イギリスでは日本では考えられない工業技術に圧倒された。特に工場で生産されるのは道具や武器だけにとどまらず、チョコレートやビスケットなどの身近な食料すら大量生産され、自国での消費だけでなく、 世界各地に輸出されているという状況には驚嘆した。もはや条約改正どころではなく施設団は各国への留学が主要目的となった。ちなみに、岩倉は1871年8月に断髪令が出た後も曲げは日本人の魂であると考え落とすことを拒んでいた。そのため訪米時も曲げと和服姿であったがアメリカに留学していたこの岩倉とさらに 説得され、シカゴで断髪している。岩倉と西郷らによる政官論争は岩倉派が勝利し、破れた西郷、江藤らによる死族反乱につながった。1873年8月、岩倉不在の留守政府では、西郷隆盛が依然鎖国政策をとって、開国を拒否する理事調整に、自らを使者として送り込むべきだと主張し、閣議で、剣士は決定された。 西郷は朝鮮にて自らが死ねば戦争の大義名分となると考えていた。しかし三条が明治天皇に創上したところ、天皇は岩倉の帰国を待ってから熟議するべきと命じた。岩倉は9月13日に横浜に到着。この論争を聞き、すぐに内務優先を唱えて政官論に反対の立場を表明した。朝鮮を敵に回すことは、 創主国である清も敵に回すことであり、今の日本には勝ち目はないと考えた。海軍橋の勝海舟も、日本には依然軍艦も、輸送のための船舶も、不十分で海戦はできないという見解を示した。また、大倉橋の大久保利市道も、もし勝ったところで戦費に見合うだけの国益があるとは、思えないとして反対した。しかし閣議は、 主席の三条のどっちつかずの態度もあって議論が紛糾した。最後も岩倉も否決された時は辞職を願い出る構えを見せた。収集に苦慮した三条は10月18日に心臓病で倒れた。10月20日、右大臣の岩倉が代わって大乗大臣代理となり、10月22日には天皇の祭壇をもって最後隆高森の意見を退け、剣士を中止させた。 不服とした西郷は、三義、この江戸徳を辞職して、鹿児島へと帰国していった。西郷派の板垣大輔、江戸新平、後藤昌二郎、添江島種尾美らの三義も辞職した。これ以降、政官論を支持する、不平氏族から政府への不満が噴出し、1874年1月14日、夜8時過ぎには、赤坂仮皇居から退出しようとしたい枠が、 不平氏族の竹市熊吉に襲撃される事件が発生。岩倉は負傷したが命に別状はなかった。さらに2月1日には佐賀で江藤新平を担いでの不平氏族の反乱が発生する。そして1877年には西郷を担いだ西南戦争が勃発することになる。1876年4月19日に岩倉は家族会館の館長となる。 しかし、明治初期の家族たちは、具体的に何をする、者たちなのか、明確にされなかったこともあって、後と比べると独立性が強く、特に、大名出身者と、区下出身者でたびたび衝突を起こすような有様さまだった。だが、岩倉の頭にあった家族とは、欧州型の貴族であって、つまりその使命とは皇室を支えることにのみある、ものであった。したがって、昔の枠組みによる、 くだらない対立は無駄であることを、全家族に分からせる必要があった。そこで、岩倉は強烈な家族統制政策を取るようになった。まず全家族を組織に組み込むため、会館に部長局を設置して、自ら特部長となり、出身別に6部に分け、各部長を設けるなどして組織化を図り、家族統制を強めた。また家族長会霊を定めて、 家族の品位を汚した者は処罰することとした。この法令による処罰は犯罪はもちろんとしてスキャンダルや家財の浪費も対象となった。また一方で1877年には家族の金属交際を資本金にして家族銀行と呼ばれた第15国立銀行を創設し家族の財産の保護にも当たった。家族に連帯感を持たせるためだったのだが、 結果としてはこの銀行の保護を頻繁に受けたのは、経済的に貧しい旧区毛家,家族であり、また館長たる岩倉自身も元区毛という経歴であるから、区毛美意な政策と武家出身の家族から不満が続出するようになり、ついに1877年7月には、松平春学、伊達宗成、毛利玄徳、 島津忠義ら有力武家家族が連署で部長局による家族統制の廃止を求める要望書が提出される。岩倉は逆らわず要求通り11月15日に部長局を廃止、12月4日には官庁も辞職する。しかし転んでもただでは起きない岩倉は、この際に区内省の中に家族局を設けさせて、ここに家族の統制を譲り渡した。 つまり家族は、岩倉個人の管轄下から政府宮内政の管轄下へと移されていったことになる。以降も、政府を通じて、家族統制に努めつつ、最終的には、帝国議会の貴族院が開かれたことで自然に家族の役割もはっきりして、旧武家も旧区下も同質化していき、家族間の対立は解消されていくことになる。1875年4月14日、 明治天皇が、前時に、国家立憲の生態を立てるという証書を出した。三条、三宮木戸高義板垣大輔が創上したのだが、岩倉はこれに対して、国体一変の恐れがあるとして証書に、反対の立場であった。証書が出されたことに、抗議の意を示すため、4月21日に三条に、辞表提出。 さらに三条が却下したのを見ると、岩倉は病気として政府に出資することを拒否するようになってしまった。大久保利道が再三にわたり、もう一度出資してほしいと依頼してきたので、10月から一応出資はすることとなったが、岩倉はなお立憲に反対であった。しかし1880年頃から自由民権運動が高まり、憲法制定論議が加速し、 さらに1881年6月下旬には、法務官僚、井上武氏から愚心を受けたことで、岩倉もいよいよ考えを変えて、憲法制定の必要性を痛感するようになった。問題は誰に憲法制定を任せるかであった。これに先立つ1878年には、内務卿の大久保利道が、不平氏族の傍観に襲撃されて死去している。以降大久保に代わって、 岩倉を支えていたのは伊藤博文と大隈重信であったから考えられるのはこの二人のどちらかであった。旧進派の大隈はイギリス流の議員内閣制の憲法を主張。対して前進派の伊藤はドイツ憲法を模範として議員内閣制は取らず君主体権を温存する憲法を主張した。最終的に岩倉が憲法制定を任せたのは伊藤であった。 この後伊藤は北海道開拓紙勧誘物払い下げ問題が起こる中、民権運動と大熊重信を結びつけて解任を計画するようになる。この間、岩倉は休養をとって有馬温泉にいたが東京に戻った翌日の1880年10月7日に伊藤が岩倉邸に訪れて大熊解任と国会解説の直輸の了承を求めた。 岩倉はこれを了承し、12日に大熊を罷免する。こうして1882年3月14日、伊藤が憲法調査のため、ヨーロッパ各国へと派遣されることとなったのであった。しかし、岩倉自身は伊藤博文の帰国も、大日本帝国憲法の制定も、その目で見ることはできなかった。1883年初め頃には、陰頭がんの症状が、 はっきりと出始めていた。岩倉は5月25日には、京都御所保存計画のため京都へ赴いたが、ここで、ますます症状が悪化する。これを聞いた、明治天皇は、直命により、東京大学医学部教授をしていた、エルビン・ホンベルツを京都に派遣して診察させた。岩倉はここで、ベルツからは、眼告知を受けたが、これが記録に残る日本初の眼告知である。 その後戦で東京へ戻され、明治天皇から数度の見舞いを受けたが回復することはなく、最後の天皇の見舞いの翌日の7月20日死去、去年59、7月25日に日本初の国葬が取り行われた。墓所は東京都品川区の海安寺。日付は1871年までは旧暦。岩倉智美郵政急遽。 こちらは郵政中に増築された建物京都、落北の実装院近く町にあり、今は住宅や病院に囲まれている。数えの38歳で、時間、落職した岩倉智美は、地元の大工から古屋を譲り受け、文久2年9月から慶応3年11月までの5年、あまり済んだ。遊居中とはいえ活発に政治活動を続けた岩倉はここでも、 老氏らに付け根られた。建物は、質素な平屋建て二棟で、内南側の一棟は移住後の現氏元年に、増加する来客に対応するため増築したもの。ともみ去後の1902年に、移住当初から建っていた北側の棟の屋根の一部が、かや武きから瓦武きに改築されたが、ほぼ当時のまま残され、その後1932年に、国の史跡に指定されている。 財団法人岩倉港旧跡保存会の手で管理、保存され有料で公開されていたが、2013年1月に、同会が役員の高齢化等を理由に解散したため公開を一時中止し、その後、建物は京都市に寄贈され、同年5月31日より、再び公開された。敷地内には、大岳文庫と名付けられた小さな博物館もあり、 遺品等の収蔵品のごく一部は陳列されている。この収蔵品のうちの1011点は2000年に国の重要文化財に指定されている。岩倉智美の肖像が描かれた500円札、岩倉智美関連系図子孫、ウィキソースには岩倉智美に関する文献の原文があります。ありがとうございます。